社会福祉法人、秋の理会本部の外観社会福祉法人、秋の理会は、愛知県名古屋市昭和区駒形町4の12本部がある社会福祉法人である。愛知県内に、保育園、児童養護施設、特別養護老人ホーム、障害者支援施設等を運営し、愛知県内の社会福祉法人として長い伝統と実績がある。関連法人に、 宗教法人法恩寺、学校法人日本福祉大学がある。明治42年の名古屋市で民間のホッケ金貧者、宗教家の杉山達子によって設立された、仏教喚火救済会が前身同会では、ホッケ行の思想に基づき、精神的救済と生命的救済を行った。1932年に杉山達子が死去すると、 1934年に財団法人大乗法音会に改装。1937年に宗教活動を含む社会教化部門は大乗収容団として財団法人化されるが1942年解散し再度大乗法音会に統一された。1943年京都と愛知県で宗教団体法違反容疑で幹部が相次いで検挙。 その後、東京の一部幹部は、府中市の日蓮宗統合デーラに移る。大情報音会は、宗教行為をしないことを、愛知県特効課に制約し、社会事業団体の秋のリ会へ、改祖解明する。戦後の1946年に、秋のリ会の鈴木修学が、日蓮宗で特都市宗教活動を再開。1947年日蓮総秋のリ協会を、 設立。1950年、秋のり教会は、法恩寺に昇格。鈴木修学が、初代住職となる。秋のり会も、鈴木修学の尽力により、社会福祉事業の運営施設として発展。1953年には、学校法人法恩寺学園を設立し、中部社会事業短期大学を開学。事業の分野別編成としては、 創設期の孤児、不老児の保護やハンセン病患者保護活動から、児童福祉、療養サービス、身体障害者福祉、高齢者福祉そして、福祉教育の分野へ拡大されてきた。戦後の日本国憲法の交付と戦後復興の進行により、社会福祉の国民的要望が高まり、従来のハンセン病の患者や不老児虐待児の用語のみならず、障害者支援、 高齢者支援へ発展していった。社会福祉人材の質的向上を図るため、設立された中部社会事業短期大学は、同時期に開設された社会事業短大と大阪の大阪社会事業短期大学の一つとして並び、称されたが、この学校は他の2校と違って純粋に民間で設立された学校である。なお、日本福祉大学とは、提携関係、 姉妹関係にあり、人事交流や高浜市における事業の展開の共同運営を行ったり、同大学の実習、研究推進などで協力している。同大学の卒業生である中日ドラゴンズの浅尾、拓也投手が児童養護施設ごま方寮を訪問している。ホッケ業を基盤とした理念のもと、人々の幸せを実現するための活動を推進する。 法人という考え方を持っている。経営理念、幸福基本方針一人一人に、思いやりの心を持って接します一人一人を尊重し、その人に合った支援、援助をします一人一人を大切に、真心で接します私たちは、すべての人の幸福を目指し、たゆまなく、援助技術の向上に努めます私たちは、お互いに助け合い、より良い生活ができるよう努めます。 西山茂、杉山達子とその教団、ホッ系新宗教研究士の、失われた感の発見、清水海、高志、仏教喚下救済会の反戦ンン病給料活動と、その思想的背景、西山茂、小野風美子、清水海、高志、大乗山法恩寺の信仰と、福祉仏教タイムス、2011年、福祉を築く鈴木修学の信仰と、 福祉中央法規出版学校法人日本福祉大学の学園法同窓会法 学校法人日本福祉大学平成23年度事業報告書 http://www.n-fukushi.ac.jp スラッシュアバウトスラッシュ学園スラッシュ jigyou スラッシュファイルスラッシュ houkoku スラッシュ11スラッシュ j02.pdf を参照日本福祉大学同窓会法の該当ページ 三徳とは、が掲げる、ホッ行の菩薩道である。出典宗教法人法恩寺発行、月刊、法恩等、社会福祉法人、秋のリ会理事長挨拶、法恩寺の歴史法人広報パンフレット、円、法人100周年記念誌、秋のリ会100年の歩みを参考に作成。一部、本法人ホームページと内容が、同一のものがあるが、 法人事務局の許可を得て作成しているため同一の文章となっている。西山茂、清水をもとに過失修正。昭和12年以来、名古屋大学教授、杉田直樹博士によって運営されてきたものを継承。生き生き広場。ありがとうございます。